ます。速稼塾の久保です。前回ね、吉谷さんにお金について考えるということでいろんな映画を紹介してもらいましたね。で、お金の勉強をするってことはどういう状態からどういう状態になるんですよってことが明確になっていないと、勉強しても意味がないんですよね。学校の勉強に例えるのはちょっとね、あんまり違うかもしれませんけども、結局学校の勉強っていうのは競争に勝つためにいろんなことを教えてくれるんですよね。このことを覚えましょうって言ってみんなでね、一斉にドーンと与えられるんですけども、覚えた順番、それを使いこなした順番、応用した順番に自分の社会に出てからのスタート位置っていうのが決まってくるということなんですよね。ですんで、どんな答案用紙でも100点満点取れる人っていうのはやっぱりね、社会に出てもスタートラインが違うんですよね。でも100点満点が取れない70点、80点、50点、60点の人はやっぱ序列がついていくってことになります。ですからね、やっぱ勉強するってことは誰かを出し抜くってこと、競争に参加するってことですから、どの競争で勝てるのかってことを明確にしていく必要があるのかなと。例えばお金の勉強を久保哲郎からしました。久保哲郎からしたら少なくとも勉強したその日のうちに2万円とか3万円は作れますよっていうふうになると。だったら勉強しようかな、その目的に向かってってなりますよね。でも勉強することがなんか手段なはずなのに目的になることってあるんですよ。いろんなセミナー行っていい話だなって聞いてね、自己満足してしまうと。でいろんなところに行っていい気持ちにはなるんだけども、なんだ結果が出ないと。これね、最高のカモなんですよね。ですんで、なんかセミナー講師とかね、なんかコンサルティングっていう人はね、そういうふうに細く長くカモるための戦略を練っていると思ってみた方がいいです。なぜならずっとやってもその人の言う通りにやってもいつまでたっても自由にならないと、その人によって支配されているということにもなります。ここでね、支配というキーワードを一つ残しておきますので、後ほどこれ出てきますのでよく覚えておいてください。で、お金の正体ですよね。お金の正体って話にしますけども、お金の正体っていうのは時代によって変わるというふうなね、吉谷さんの考えもありました。で、私はね、これからお金の正体についてのお話をしますけども、肝心なのはですね、誰が正しいとか誰が間違っているってことじゃなくて、本当にそうかなとかね、自分ではそういうふうに捉えきれてるかなっていうふうに自分の考えを持つってことなんですよ。これが内側から出るものです。で、人から聞いた情報をそのまんま、確かにな、納得できるのはそういうふうに考えようではないんですよ。自分の内側から考えていくことが人から聞いたものとたまたま一致するんだったらいいんですけども、なんか人から与えられた言葉ってね、まさに自分を縛り付けていることがありますので、そこも用心しないといけないと思います。本当にそうかなって考えていただきたいんですよ。さあ、それでお金の正体、結論から言いますと、お金の正体っていうのは未来永劫変わりません。支配の道具ですね。お金っていうのはなんで作られたのかと、支配するために、人を支配するために作られたんですよ。そして人を支配するために使われています。それ以外はありません。もうこれね、皆さんね、隠さずに自分の気持ちを正直に見てみると、確かにそうだなと思えるところあると思うんですよ。だからお金の正体っていうのは時代によって変わるか、変わらないですね。時代によって変わるかっていうことは、お金の正体っていうのは支配の道具ですから、支配以外に使われてないわけですから、それがですね、いつになっても同じなんですよ。いつになってもですよ。で、例えばね、お願いして自分の欲しいものがもらえるとしたら、お金がいらないとしたら、お金の支配が及ばないとしたらね、お金欲しいですかね、いりますかね。支配から脱却できたらもういらないんですよね。で、私がビジネスしないよと言ってるのは、お金の支配をある程度ね、抜けてるからなんですよ。お金をくれないとやりませんよ、お金をくれないと教えませんよ、お金をくれないと提供しませんよって言ってるわけではないんですよね。いや、私は別に頼まれたらあげますよとかね、それから交渉次第ですよって言ってるのは、まさに交渉能力ってものがある人はお金が必要ないんですよ。喋りが上手な人ってお金がいらないんですよ。人の気持ちを動かせる人ってお金を渡さなくてもちゃんと欲しいものが得られるんですよ。ただ自分の能力を上げていけば別にお金は必要ない場面が多いわけですよね。で、物が余っていたらどうでしょうか。お金必要ですかね。例えば今はね、家がどんどん余り出しました。0円の家ってのはまだ出てきてませんけども、0円に近づいてはいますよね。車ってのがありますよね、中古車。いろんなところで中古車売られてますけども、これもですね、余ってるんで0円に近づいてますよね。0円のものもあります、はっきり言ってね。0円でいただける車ってあるんですよ。ただ法定費用とかかかりますんで、完全0円で乗れるかって言ったら、税金を納めたりね、保険をかけたりしないといけないんで、車両価格はゼロでも結構お金がかかったりするんですよ。でも車両を手放した人っていうのはお金もらえてないんですよね。そういう形で車っていうのは溢れ出したんで無料のものが出始めてるんですよ。で、そういうことを考えても、もうすでにですね、物っていうのはお金によって流通が支配されてない部分っていうのがあるんですよね。なんですかね、ガレージセールっていうね、そういうアプリがありますけども、それではそこではですね、
あげますよって人がいるんですよ。うん、これあげますよと。うん、だからお金とかじゃなくてもうあげますあげますみたいな感じですよね。だお金をくれないとあげませんって世界がもう崩れ始めてるところもあるんですよ。そこにはお金が介在しないという、お金の支配が及んでないということになります。さあここまでまとめるとね、お金っていうのは支配の道具ですよってことを私は申し上げました。取り合うから順番待ちになります。どんなものもどんなサービスも取り合うから序列ができちゃうんですよ、うん、で売る側ってのはお金によって支配されてます。より高いお金を払ってくれる人に対して商品を提供しますってことで、これもお金によって支配されているというね、側面の一部を示すんではないかなと思いますね。でそれからね、借金がある人、借金を返すために仕方なくお金を稼いでる、これもお金によって支配されてると。借金によって自分の暮らし、自分の24時間は支配されてると言ってもいいですよね。いつもその借金のことが気になったりとか、支払い日が迫ったら支払い日を意識したりとか、支払い日が来たら支払いをしたりとかして自分の資産を減らしたりとかするわけなんですよ。で生活費を探しに行く人も同じですよね。生活費のためにこの仕事を仕方なくやってんだって、まさにお金によって支配されてるじゃないですか。だからお金っていうのは支配の道具なんですよ。会社をやっていても私はですね、給料がいくらだよってことで人を雇っている。要するにお金で支配してるんですよ。人柄がいいから雇っているわけではないんですよ。このお金ね、久保さんが好きだから働かしてくださいっていう人もね、中にはいたかもしれませんけど、そうではないですね。基本的に生活費の面倒を見てくれるから、その人の言いなりになるってことなんですよ。お金っていうのはすべからく支配の道具であり、時代とともに変わらないというのが私の考えです。吉野さんはね、時代とともにお金っていうのは変わっていくんだよっていうことを申し上げ、言われてましたけども、私はそうではないということをここで申し上げて、でこれをね、見た方聞いた方が自分でどのように考えるかです。私の選択を、私の言葉を取るのか、吉野さんの考えを取るのか、それとも第三の自分の選択を取るのか、自分の考えを取るのか。私が望むのは吉谷さんの考えでもない、私の考えでもない、あなたの考えを持つことだと思うんですよ。だからわざわざね、私は吉谷さんが言ってることと違う角度でものを言ってます。でもそれは私のね、本当の気持ちなんですよ。吉谷さんとイコールなところはその通りですよねってことをちゃんと申し上げますけども、そうでないところは吉谷さんの言うことは分かるんですけどみたいなことじゃなくて、それは違いますと、私はこう考えてます、こう考えてるから今の私があるんですことをお話した上で、でも私はこう考えて今の自分を作っている、吉谷さんは吉谷さんのように考えて今の吉谷さんを作っていると。でも吉谷さんになれる人はいないと、久保哲郎になれる人もいないと、うん、あなたはあなたにしかなれないんだってことで、あなたの解釈を持つことが大事だってことね、申し上げてるんですよね。どんなことでもこれは一緒です。はい。で吉谷さんにも言われてましたけどね、お金っていうのは信用だよって言われてましたよね。これね、結構ね、信じてる方が多いんですよ。もちろん違うとは言いません。ただね、一つこれはね、おそらくこうだろうってことを申し上げますけども、このキーワードを言い出したのって堀江貴文さんが2004年ぐらいに言い出したんですよ。2002年だったかな。お金っていうのは信用が形を変えたものだっていうのがすごく流行ったんですよ。で今でもその言葉を使うことが多いんですよ。だからこれは結局ね、堀江さんが言い出して、堀江貴文さんが言い出して、それを真似てる人が多いに過ぎないと私は考えてます。なぜなら私はお金は支配の道具だっていう考えをずっと前から持っていて、堀江さんがお金は信用だよって言っても、いやお金は支配の道具だろうっていう考えが変わってないんですよね。でどう考えても堀江さんが言ってるのは限定的にお金は信用だって言ってますけども、全体的にはお金は支配の道具っていう方が強いなと私は思ってるんですよね、うん、で信用であるとも言えるんですよ。お金っていうのは信用はでも移り変わるんですよね。これも吉田さんが言われてましたけども、昔は金ってものが信用されてました。銅ってものとかね、だから金貨とか銅貨ってものが使われてたんですけども、金とか銅ってのはたくさんないんですよ。だからお金、人がお金を使う量が増えてくると、金とかそれから銅ってのが間に合わなくなってくるんですよね。でその金とか銅ってのは偽造することもできるんですよね。見た目が同じだったら見分けられる人がいないんで、だからそれがね、紙になってきて、紙に、国がね、反抗をしたりとかして、これはお金と同じ、お金というかね、その何ですかね、価値を持ったものですよっていうふうな信用を与えていったんですよ。だから信用を支配の道具に変えていったというところがあります。ちょっと難しい話になってきましたね。で信用っていうのは移り変わっていくってことなんですよ。で昔はね、金とか銅とか銀でした。それが紙になってきて、で最近はデータになりましたよね。じゃあね、データってそこまで信用できますかね。データは信用になるんですかね。暗号通貨信用できますかね。銀行の残高って信用できますかね。どうですかね。そうではないと思いますよ。私はね、信用できないと思いますよ。ただ信用してるっていう、まあ妄想を描いてる人が多いっていうだけなんですよ、うん、なぜなら準備金制度っていうのがありますよね。銀行ってのは何か一生懸命ね、働いてお金を作ってるわけではないんですよ、うん、お金を貸してくださいっていう人がいたら、その人の口座に100万円なら100万円と書き込むだけで、その100万円を信用している人が多いから成り立っているんですよね。
で、もうちょっと深いこと言えば、この100万円という書き込みをするために、その人の行動と未来と支配してるわけなんですよ。なぜならお金を借りたら利息がついて返さないといけないというね、拘束が生まれるんですよ。束縛が生まれるんですよ。だから結局、金融機関っていうのも人を支配するために、あなたの銀行口座に100万円って書いてあげますよっていうふうなことを、まあ、揺すってくるわけなんですよね。脅してくるわけなんですよ。だからやっぱりすべからく支配の道具なんだろうなと思いましたね。で、データっていうのは改ざん可能ですよね。で、紙っていうのは改ざんができません。ただ、偽札っていうのはあります。でもデータっていうのは、桁をもう自由に付け替えたりとか、データをハッキングして抜いたりとか、付け加えたりとか、これも自由にできちゃうんですよね。で、そのために、録画残るように暗号通貨ってものを作りましたけども、暗号通貨ですら改ざんできるわけですよ。もう手も足も出ないわけですよ。リアルマネーも改ざんできると。暗号通貨も改ざんできると。要するに世の中で人間が作り出したものっていうのは改ざんが全部可能なんですよ。ただ難しいというだけ。一部の人が頭脳のたくましい人がそれをやるだけなんで、普通の人にはできませんよと、凡人にはできませんよということなんで、結局ですね、頭脳が今度は信用を支配してるんですよね。だから結局一番深いところではお金は支配の道具に使われてるんではないかなと私は思っています。で、お金は人を支配できるのかなと。どういうことかっていうと、お金っていうのはね、人を支配できるのかどうかっていう論争は、まあ多分ね、多くの方はあまり気にしてないと思いますけども、結局はお金によってしか人は動いてないんですよ。お金あげるよって言わないと動かないと。ネットビジネスをやりたいとかね、きっとなんとか塾とかね、ビジネス塾に入るのも、お金を自分の力で操っていきたいと。果てはお金からの脱却をしたいというふうに思ってるというところに支配されてるんですよね。ちょっと難しい表現になりましたけども。で、お金のことってのはすごく理解しにくいですよね。で、まあ、吉田さんとかも一生懸命、ね、生徒さんとかにお客さんっていうのかな、ドリームアカデミーに入った人にお金のこととかビジネスのこととか伝えてますけども、なかなか動いてもらえないですよね。私もそういうところを感じてます。自分がいろんな人にお伝えしてるんだけども、なかなか動いてくれないなと。で、これはですね、でもどうせみんな動かないじゃんっていうふうに責任を投げるんではなくて、その人に分かるように伝えてない発信者の責任なんですよ、いつも。だからここをね、多くの方は逃げてますよね、情報発信者は。言ってもやらないじゃんっていう話になってるんですけども、それはね、やってもらえるように伝えてないという力論のなさだと私は発信者の責任だと思ってますよね。だから自己責任って言葉すぐ使うんですけども、自己責任って言うんだったら、発信者の自己責任の方が一番重いわけですよ。なぜなら、発信することを約束して、何かね、情報提供することを約束して、お金いただくっていうモデルでビジネスをやってるんだとしたら、伝えても動く価値を感じないような伝え方とか伝えるものっていうのは、果たして商品として価値があるのかなとか思ってくるんですよね。で、多くの方に考えてほしいのはこういうことなんですよ。いいことを言う人にお金を払うね、確かにそれはいいと思います。ただお金の勉強といいますかね、目的に向かわない手段だけを買うんだったら、それはですね、使わない武器をたくさん買わされてるようなね、まあ、日米貿易摩擦みたいなものになってくるんですよ。だから戦争した方がいいって話じゃないですよ。でも結局戦闘機たくさん買っても、その利用意図が分からなければ国民からね、叩かれるわけですよ。でも確実にそこには、潜在的な利用意図があるわけですよね。抑止力になるとか、それを買うことによって、アメリカとのね、均衡が保てるとかね、そういったこともあって、買わなくてもいいものでも買う必要に迫られるってことがあるわけです。国家間でもこういうふうにね、買うとか買わないとかっていうので、お金の支配っていうのが続いてるわけですよね。トランプ大統領と安倍総理が喧嘩をしたらね、どっちが勝つでしょうとかね、それとかクイズ番組で知識競争したらどっちが勝つでしょうってことになんないんですよ。結局はお金をどういうふうに使えるかってことによって、国と国との信頼関係もできてしまう。要するに信用ってものはね、構築できるとしたら、まさにですよ、お金の支配の道具なんですよ。どこまで行ってもこの話ってのは変わらないと思います。どこまで行っても私はお金の支配の道具ですよねっていうふうなね、オチを持ってくることができるのは、多分それがお金の正体だなと思うんですよね。そもそもお金が何で作られたか、人を支配するためですよ。人を拘束するためですよ。1ヶ月いくらで働かせるっていうふうなね、ことだからですよ。賃金上げるからこの義務を果たしなさいって言われてるわけなんですよね。で、皆様もお金をもらえるから仕方なくやってるということが、まあ、逃れられないんじゃないですかね。信用してますかね。勤めてる会社信用してますかね。この会社いつまでやるか分かんないよとかね、
上司の言うことなんて信用できないよ。会社のことは信用できないよ。でもお金もらってるじゃないですか。お金は信用なんですかね。お金は支配の道具じゃないですかね。私はそういうふうに思いますね。堀江さんが100回言っても、いや、お金は支配の道具っていう意味の方が強いんじゃないですかっていうふうに私は反論することができるんですよ。うん、堀江さんがいくら言ってもね、ここは変わらないです。だから堀江さんも、お金は支配の道具っていうふうな言い方をしているところもあったかもしれませんけどね。ただ、なぜか、お金は信用だよっていう方が分かりやすくて多くの人に、まあ、行き渡ってるんですけども、だったら、お金が手に入らない人って信用がない人っていうことになっちゃいますけども、どうですかね。信用あるんですかね、ないんですかね。そういうことを考えていくとなかなか興味深いかなと思います。さあ、東京オリンピックに話題を移しますけども、東京オリンピックを過ぎるともうね、経済効果をもたらすものがないって多くの方が考えてますよね。ここがミソなんですよ。多くの方がそう思ってるってことは、それは間違いである可能性が高いと思います。で、東京オリンピックってのは経済効果があるかって言ったら別にないんですよ。多くの人が借金を増やすようなものが東京オリンピックですからね。で、一部の人のところにお金が集まるんですよ。要するに東京オリンピックって、でいろんなね、参加権を集めると4000億円ぐらいは集まるそうなんですよ。4000億円の経済効果あるんですよ。ただ4000億円を稼ぐために東京オリンピックには3兆円以上のお金使われてるんですよ。で、みんな損するんですよね。2兆6000億円っていうのが損なんですよ。ってことは東京オリンピックってやらない方が経済効果があるんですよ。でもやってしまうんですよね。うん。で、しかも東京オリンピックが終わった後に新しい経済効果を発展させるものが何かあるかないかっていう論争がありますけども、多くの方は東京オリンピックが最後だと思ってるということは、東京オリンピックの次もきちんとチャンスが控えてて、もうそこにね、ベットしてる人がいるってことなんですよ。で、ベットしてますかね。そこにベットしないといけないんですよ。ここをベットしないといけないんですよ。東京オリンピックが終わった後に大きな波ができるもの、ここにベットしておかずに何をするってことなんですよ。だから東京オリンピックにベットしてる人はもうこれ後追いで負けなんですよ。で、ここではないんですよね。また私情報発信しますけども、東京オリンピックの後にどんなね、稼ぎ方があるかってことなんですよ。どんな人が利益をこの後で上げていくかってことね、またきちんとお話していこうかと思います。で、みんなが考えてることってね、そういうふうにね、幻想であり集団幻想であり間違いがあるってことをここでもやっぱり思い出していかないといけないんですよ。なのにみんなが言うから、みんながね、東京オリンピックの後はもう経済効果もたらすものないよってみんなが言うから、そのみんなに入っちゃうんですよ。だからみんなと同じ行動しかできない、みんなと同じ結果しか出せないってことになってきます。みんなと同じような考え方だなと思ったらやばいと思わないといけないんですけども、相変わらずみんなと同じだったら安心しちゃうんですよね。信用、お金はね、信用だよっていうのも多くの方がそういうふうに言ってますんで、そうかなと思う頭が必要なのかなと思います。もちろんね、結果的に確かにお金ってのは信用だったとかね、確かに結果的にその東京オリンピックの後は何もなかったっていうのが一致してる場合もあります。それはそれでラッキーなことじゃないですか。でもより一層深く考えるってことは、多くの方がそうだろうと思って肯定してる答えにくさびを打つってことなんですよ。自分は、俺は違うよねって思えるかどうかってことなんですよね。で、ネットビジネスの話ちょっとしましょうか。ネットビジネスってのは二次関数って言われますよね。これがバズる時期があると。これもね、私はそうかなと、やり込んできたから思うんですけども、そうならない人の方が圧倒的に多いんですよ。ね、だから二次関数になる人もいるけども、そうではないと、このまんま行って終わる人がいる、こっちの方が多いと思います。で、ずっとやってったらバズるかどうかっていう論争もありますけども、たまたまバズる人はいます。でもたまたまバズる人がいるだけなんですよ。いつも狙って当てれるかって言ったら当てれないんですよ。で、私もそうですね、狙って当てれるかって言ったらそんなにないです。かなりね、かなり緻密に組んでいかないといけないのと、あとは追い風が吹いているところにそれを乗せないといけないんで、何でもかんでも当てれるわけではないんですよ。だから量産するんですよ。で、量産できない人は一発で当てないといけないんで、それはね、ホームランバッター一塁より難しいことをするってことなんで、なかなかそれもできないですね。うん、で、たまたま当たった時にそれを計算してやりましたっていうふうなことを言い出す人がいるから、これまた立ちが悪いんですけども、それを真に受ける人もいるんですよね。狙ってできないですからね。狙ってはできないです。東京大学に通ろうとして受験をして戦略を練っても定員があるから、やっぱりね、ダメな人いるんですよ。ネットビジネスっていうのも結局はアクセスであったり、視聴時間を取り合ったり、お金を広告料を取り合ったりしている以上、序列がつくんですよね。だからみんなが当たるわけないんですよ。多くの方が当たらないから一部の方が当たるっていうふうに、たくさんの人が損をして一部の人にお金を集めるっていう宝くじみたいな理論が働いてます。ですので、ね、そういうふうな形でも、
人が言ったことをそのままね鵜呑みにするんではなくて、本当にそうかなって考え続けることがベースにならなければ、要するに考えるという継続をしないといけないんですよ。他の人の理論とか理屈をそうじゃないに違いないというところから始めて、結果的にあ、いろいろといろんな角度で見てみたけどこの人の言う通りだったなっていうのはあるかもしれませんけども、言ったことをそのまま自分で、そのまま当てはめるっていうのは自分の頭を使わないんでかなり危険かなと思うんですよ。その頭を使わない継続っていうのはどこにも向かわないと。頭を使う継続っていうのからしか答えは生まれないというのがお金の勉強に取り入れるべきことなんだろうなということなんですよね。さあ今回は支配の道具ということでね、支配って言葉キーワードを使ってずっとお話してきましたけども、皆さんの心にはどう響いたでしょうかね。先ほど狙ってバズるとか狙ってバズらないって話しましたけども、はっきり言っていいものしかバズりません。いいものがたまたまバズるからそれが拡大するんですよ。で、悪いものがバズるとしたら悪いものだってことがバレるってことなんですよ。だから二度と当たらなくなります。いわゆる一発屋の完成なんですよ。一発当たってもう終わりと。宝くじが当たった人が結構ね、その後経済的に破綻するってことを話聞いてる方が多いと思いますけども、これが嘘か本当か私は知りません。宝くじが当たった上にうまくいってる人もいるっていうか、そっちの人の方が私は多いと思うんですよね。誰もが散財するようなそんなね度胸ないんですよ。お金使うことみんな慣れてないんで、じゃあ今週中に100万使いましょうって言ったって100万使うこと思いつかないですよね。たかだかいいもの食べてちょっと服買ってってもなくならないんですよ。なぜならいきなり生活変えることもこれも難しいからなんですよ。だからね、あんまり心配することはないと思います。いきなり大きな大金が入っても預金しといてちょろ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 ね1万2万って引き出すのが正規の山なんですよ。だからお金がね全部なくなるのも結構時間かかります。もし大きなお金がなくなるとしたら、ものすごくギャンブルが好きで、ものすごくお金を浪費するのが普段から好きで、借金があってその借金を穴埋めしちゃったんでいきなりお金がなくなっちゃいましたっていうのが、そのね、ストーリーであって、ストーリーの正体であって、さあ借金も何もない人がお金いきなり入ったから固い人生を送ってたのに、なんでね大きなお金が入ったらそれが崩れちゃうのかってことなんですよ。崩れないですよ、やっぱりね。きちんと自分の生活が成り立っている人っていうのは、大金が入ってもその大金をさあ使えってなんないんですよね。なるとしたらもともと浪費家の人なんですよ、そういう人は。まあそういった形ですよね。一発屋にならないようにお金の正体をしっかりと突き詰めていければなと思いますよね。まあ今回いろいろお話しましたけども、肝心なのはですね、あ、久保さんが言ってるからそうなんだ、吉田さんが言ってるからそうなんだではなくて、あなたがどう思うかってことを一から考えていくってことです。検索の結果を求めるんではなくて、自分の内側で自分が支えてる答えってのは何なのかなってことを裏付けるための検索がいいんですけども、何も分かんないから答え何ですかっていうふうなね、こういうふうにねすぐに答えから始まる人っていうのはもう自分の頭がどんどん腐っていくんですよね。そういう人は結局誰かにおんぶに抱っこしないと生きていけないようになるので非常に危険です。依存型体質になります。ビジネスはできません。投資もできません。恋愛でも失敗するでしょう。要するに誰かがありき、何かがありき、支配されてるってことなんですよね。以上です。いってらっしゃい。